ゆるいゲーム開発部。いや、ゆるすぎるわこのゲーム。いやあ、説明けすぎだよ。今回もやっていきます、モドベランカの1日。さて、前回のパートでね、このゲームの本質っていうのを理解してもらったよね。もうちょっとしたことで死んじゃうからね、このランカちゃんはね。そのランカちゃんをさ、死なないように俺が導くんだ。あとコメントでアドバイスをください。ランカちゃんを生かすためのアドバイスをください。皆さんで、ね、ランカちゃんを死なないように導いていきましょう。というわけで、扉を。ようやくさ、前回のパートで出かける準備ができてね、ようやくお出かけです。窓の鍵はかかってるし、大丈夫だよね。行ってきまーす。あー、そっか、私しかいないんだった。天然3名、かわいいぞ、この野郎。ランカは、玄関に鍵をかけると、待ち合わせの場所に向かって歩き始めました。ステージクリア C。もう、死亡パターンを2つ回収してしまったもんね。ワンポイント。はい。ランクは A から C の3段階あるの。そのうち、ランク C は状況によっては危険かもしれないよ。いや、危険どころか2回死んだわ。ランク C のままステージを進むと、やがて思わぬトラブルに遭遇する可能性も。ああ、もしかして、なんかスイッチがいろいろ操作したけどさ、これが後々やばいことになるかもってこと？え、マジで？あー、もしかして、操作せん方が良かったもんがたくさんあったんか。マンションを出たランカは、一人で歩いています。バス停に向かっている途中です。あー、かわいい、スタイルのいい女の子。ちょっと遅くなっちゃった。乗り遅れないように急がないと。ステージ2、バス停に行こう。ちょっと待って。ステージ2だけでバス停に行くまで、バス停に行くまでではステージ2で、済ますんか。バス停に行くだけでステージ1つ使うんか。ここは、あー、調べとけばよかったー。何した学園なんだよ、これ。木下かな？わからんけど。マンションから学園まではとても近いです。それでバス停は確か学園を通り過ぎた先にあるはず？間に合うはずだけど。ランカは軽く駆け足になります。間に合うよね。どうしようかな、ちょっと。それ走れ。ランカは走る速度を上げますよ。いや、いくら天然のランカちゃんでもさ、ちょっと走る速度上げるぐらいでさ、事故に遭うわけないよ。もっと走った方がいいかな。いや、ランカちゃんのことだけどさ、これ以上走ったらちょっと危なそうな気がするけど、やめとく。この1段階だけ早く。もう加速、ポケモンでいう加速は1回ぐらいで十分なんよ。1回やって2回目で攻撃すればいいんよ。そのまま。うん、1回でいいよ。どうした？固まったよ。どうしたおい！ 1段階上げただけで脈拍はこんなバンバンなるような、そういう体じゃないだろ。そこまで弱いだな、その前は。足がいけた。ランカはその場で足を止めました。危なかった。走るのやめようっと。急に走り出したら目の前がクラクラしちゃった。慌てちゃダメだよね。あ、よかった。死亡フラグ断ち切ったらしいわ。よかった。やっぱランカちゃんは2段階以上上げたら、走るスピード上げたらあかんらしいわ。その場に立ち止まって休むランカ。その様子に気づいたのか、通りかかった男女が彼女に声をかけてきました。君、大丈夫かい？あれ？体調が悪そうだけど。なんか、絵柄が若干違うような気がする。どうしたの？気分が悪いのかしら。二人とも私の知らない人たちです。でも私のことを心配してくれている様子で、優しく話しかけてくれます。あ、大丈夫です。すいません。それならよかったわ。ところで、ずいぶん急いでた様子だけど。僕らはこの学園の生徒なんだ。あ？近所のことなら詳しいから案内できるかもしれないよ。おお、なんていうか都合主義なのか。ランカちゃんが道がわからないランカちゃんのために。こういう案内役を用意してくれるという、これは現実ではないパターンですね。こんな簡単に案内役が手に入るという、そういうのは現実ではないパターンですね。ラッキーですよ。このお二人は、学園の生徒なんだ。読み方を勉強しとこう。次のパートまでに読み方を勉強しとこう。そっか、私の先輩ってことだよね。親切そうな人たちでよかった。ありがとうございます。私、バス停に向かう途中で、確か、この先ですよね。え、それなら、このまま道沿いに進めば大丈夫。はあ。公園を通り過ぎたら、右に曲がればバス停よ。あれ、待てよ、これ、覚えとかんかったらさ、どこだっけって言って、俺が選ばなあかん、選択肢選ばなあかん感じじゃない？もしかして。ランカちゃんの頭だったら、もしかしたらありうかもしれない。いや、バカにしすぎかな。道沿いに進んで、公園を過ぎたら右か。公園を過ぎたらってとこ覚えとかなあかんだよな。あ、ところでこのゆりかさんっていう人のおっぱいもおっきいな。そうだね。急いでるなら、公園を突き抜けると少しだけ近道になるかな。ちょっと待って、近道の要求とかしないでほしいな。近道が走ったらさ、実は、なんか犬がいて、犬を怒らせて、犬に食われてバッドエンドとか、そういうことがランカちゃんの限りはあるかもしれないからね。公園を突き抜けると近道。公園か、わかりました。ありがとうございます。やめて。でも遠回し、公園行かせるようなことを言わないで。それで公園行って死んだらお前ら恨むぞ。呪うぞ。マス代までは呪うぞ。ランカは丁寧にお辞儀をすると、再び歩き始めました。へっへっへ、ちょろいちょろい。あ、公園、ここのことかな。やがてランカは公園の前に差し掛かりました。親切な二人に教えてもらった通りです。公園を突き抜けると近道って言ってたよね。どうしようかな。あ、でもな、あの二人がさ、わざわざ近道って言ってくれたわけんさ、この突き抜けていかんかったら、あの二人にも失礼な気がするな。もし突き抜けて、何かランカちゃんの身に何かあったら、あの二人を松代まで呪うということで。松代まで呪うということで、皆さんよろしくお願いします。皆さんの力をお借りしたいです。近道しちゃおっと。ランカは公園の中を通り、近道することにしました。お前かーなんでお前おるねしかもクマじゃねえし、犬だし、ランカちゃん犬見たことないの。公園に入った途端、ランカは大きな犬と鉢合わせに。お前だったか。お前さっきまで喋りよったじゃないか。何お前。今頃犬のフリジョンのお前。喋ること知ったんぞお前。心臓が。仮面ライダー仮面ライダーの変身ベルトやめだ。やめて、これやっぱこのパターンは。わあ、ランマ2分の1みたいな絵になっている。高橋留美子が。高橋留美子先生がこの絵だけ描いてくれたという、なんて豪華な配置。スタッフなのだ。シーンナンバー5。犬と鉢合わせショック死急に大きなお犬様と鉢合わせでびっくり。でも優しい犬で人を噛んだりはしません。次は磯川周りの精神でいきましょういや次はってもうショック死しとんやけどさ、次はあると思うなランマ2分の1みたいな絵しやがって。よっしゃ、とりあえずさっき会った先輩2人を松代まで呪うことが確定したとして、よっしゃ、普通に道を歩こう。あいつらみたいなやつの言うことなんか聞いてられるか。間に合いそうだし、このまま道沿いに歩けばいいよね。あ、間に合いそうだったんだ。別に近道するほどでもなかったんだ。ランカは公園に入らず、そのまま道を進むことにしました。よかった、間に合ったみたい。公園を越えると、すぐにバス停がありました。ここで待っていればもうすぐバスが来るはずです。おかしいな、なかなかバスが来ないけど田舎のバスは時々遅れたりするのです。気長に待ちましょうワンポイントアドバイスじゃ。これこそワンポイントアドバイスじゃ現実でも通用するワンポイントアドバイスじゃこれ意外と早く来たりしてさ、この時間に来るはずのバスがさ、実はもう来てましたみたいな話が来たりあったりするけどな。それにしても、本当にいい天気。日差しも強くて。なめろ、この、いきなりちょっと BGM、うわーちょっとした日差しでこうなるんか、ランカちゃん。お前、なんなん太陽光でも頭つけてんの？太陽光が来てるから、実はもっと光集めてますみたいな。はぁ、はぁ。バスまだかな。めまいがバスちょっと遅れるぐらいでめまいを起こされたら困るんだ。来たー、待たせたなーみたいな感じでさ大塚さんの声で待たせたなーみたいな感じで言いそうなバスが来た立ちくらみでふらついたところにようやくバスが到着しました。よかった。蘭華は急いでバスに乗り込みました。あ、これもしかして蘭華ちゃんのことやけん、もしかしてバスジャックとかにあって、それで銃弾食らって死ぬのがあるんちゃうかな。蘭華ちゃん、蘭華ちゃんの運の悪さ加減だったらあり得るぞお前もしかしたらヤミライトが乗っとうかもしれんけどな。バスはとても空いていてすんなりと座れました。私が住んでいた町だといつも電車やバスは大混雑だったからちょっと驚きです。あ、もともと都会の方に住んどったけど、田舎に引っ越したみたいな感じなんだな、これ。あー、バスジャックの条件が。もしかしたらバスジャックに乗ってくるかもしれんぞ、お前。体の弱い私には、このぐらいのんびりしている街の方がいいかもしれません。やっぱり人混みはちょっと苦手です。降りるのは3つ目の停留所だったはず。先輩に教えてもらったんだ。てへぺろ。バスに揺られつつ、窓から街並みを眺めていると。これから私が生活する街なんだなんて思っちゃって、ちょっと不思議な気持ちになります。地元と比べたらのどかな感じだけど、私こういう街って好きかも。やがて車内アナウンスが流れました。もうすぐ1つ目の停留所です。なんかバスの降車ボタンをいや3つ目って言うだけんさ、押すわけないでと言いたいところだけどさ、なんか押したくなるんだよな。俺実況者として押したくなっちゃうんだよな。ごめんね、蘭華ちゃん。さっき押しちゃうわ。あ、間違えた。わざわざ戻ってきてまでさ、間違った方を押しちゃうというね。なんてダーティーっぷりでしょう。私、節な健介。蘭華は降車ボタンを押した。あれやだ。まだ終える場所じゃないよ。私、ちょっとぼんやりしてたのかも。なんとなく降車ボタンを押しちゃった。ミスに気づいた蘭華は慌てて立ち上がると、運転手さんを目指して歩き始めました。すみません。間違えてボタンを押しちゃって。その時、不意にバスが急停車。その衝撃で蘭華が大きく傾く。あぶっ。バランスを崩した蘭華はものすごい勢いで座席の角でみぞおちを強打してしまいました。てらららら、変身ヤムちゃんやめろお前、ヤムちゃんその倒れ方はずるいぞお前サイバーマンと戦ったわけでもないのにやむを得ず急停車というのもよくあることです。走行中のバス内では立ち歩かないようにしましょう。それは俺が悪かったわ。俺が悪かったですが、蘭華ちゃんが悪かったわ。バスの中で立っちゃあかんよな。俺は何をやっているだろうか。蘭華ちゃんを生かすためなのにさ、明らかにこれ選んだら死に直行するだろうなっていう選択肢を選んじゃって。ごめんな、みんな。選んじゃったもんは仕方ないところにしといてさ、押さない。よし。で、広告。これはちょっとさっき映ったような、ちょっと気になったけど。万歳寿司？やっぱり私の地元とは違う広告ばっかりだな。再び、車内アナウンスが流れました。もうすぐ2つ目の停留所です。ここで押したらまた、さっきみたいなヤムチャ状態に入りそうやけんな。どうした？不意に蘭華のスマートフォンが震えました。どうやらメールの着信みたいです。先輩かな、もしかして。先輩からメールだ！メールを読むと、先輩はもうバス停の前にいるみたいです。わざわざ迎えに来てくれるなんて、すごく優しい。やがて、車内のアナウンスが流れました。もうすぐ3つ目の停留所。おっと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 、ちょっと待って。なんでさ、3つ目はさ、こう、チチチチってさ、時間制限設けるん？それさ、押させないようにゲームが僕は仕組んできてるよね。それずるくない？ね、ずるくない？先輩。小銭は、間に合うみたい。蘭華は小銭入れからお金を取り出して料金を支払うと、無事にバスから降りたのでした。よかった。ラグビー中途半端ちなみにこれさ、もしさボタンを押さずにおったらどうなるんだろうまだヤムチャかおりますって言うてヤムチャが始まるんかおりますおりますって立ち上がっておっ先輩もスタイルいいじゃないですか。何このゲームの広い。みんな胸大きいし、スタイルがいいし。え、女優ばっかなの？グラム、あ？モデルなの？みんな。モデルなの？みんな。えバス停に降りると、すぐに先輩と合流できました。先輩、わざわざバス停で待っていてくれたんです。なんかちゃん、久しぶりだね。あ、先輩も先輩でなんか幼いような声がしてる。ひかりちゃんって言うんやな。先輩、お久しぶりです。この人が北条光、すごいな、すごい名字だな、お前。どっかのいいとこのお嬢様みたいな名字じゃないか。先輩、私の一つ上で、つまり私より1年早く、なんとか学園に進学しています。私も同じ学園に進学できたのは偶然だけど、こうして再会できるなんて、ちょっと感激しちゃいます。え、先輩がおるけん入学したとかそういうんじゃないの？バス停から歩いて数分の場所にショッピングモールがあるということで、私は先輩の後についていきました。なんかちゃんも明日から僕と同じ学園に僕っ子なのか。なんだか不思議な感じだね。なぜ僕っ子なのだ。そんなに胸が大きくて女性みたいで女性ホルモンをまき散らしているのに、なぜ僕っ子なのだ。はい、でも光先輩がいてくれて心強いです。ステージ3、ランチタイム。ランチタイムかよ。ランチタイムで何かやべえこと起きるのか何なのカニ料理を頼んだらそのカニが生きていて顔を挟まれたみたいな、そういう話があるんかランチタイムで危険があるとなるとさ、もうどこに行っても危険しかないよな。絶対絶命デンジャラスチーさんやな。先輩はこのショッピングモールに詳しいらしくて、迷う要素もなく歩いています。それじゃとりあえずお昼食べよっか。はい、もうすぐお昼です。私たちはお買い物をする前にまずはレストランでランチを食べることにしました。このお店お気に入りなんだわあ、こういう大して出番もなさそうなモブキャラですらその可愛さ。いらっしゃいませ。2名様ですね。あのモブがめっちゃうれちょっとだって。やばいやばいやばい。禁煙の方がいいぞこれ。ランカちゃんのことだけ煙吸ったらえらいことになりそうやんニコチンに目覚めてヘビースモーカーだって死んじゃうよ。禁煙席でお願いしたいんですが。あのお客様。なんやねん。私がタバコを吸わなそうに見えるのかそんなに私のことをタバコ吸いそうに見えるのか。え、この人見た目的にタバコ吸いそうなのにみたいな目をするんじゃないお前。あれ私変に言い間違えちゃったみたい。その上雑なに書き消されて店員さんに伝わらなかったみたいです。マジかよ。まあ、僕はどっちでも気にしないけどね。いやひかりちゃんこっちが気にするの。ランカちゃんが気にするの。ランカちゃんの肺の弱さを考えたら、ちょっと煙を吸う、自動喫煙しただけでもちょっとアウトな気がする。すいません、お任せします。店員さんは再び店内を見渡しています。今一度空席を確認しているみたいです。禁煙席は埋まってしまったみたいですね。なんてことだ。では空いているお席にご案内いたします。やばい、喫煙席に近い席だったらやばいぞ。ランカちゃんの肺が侵されてしまう。なんか侵されてしまうっていう言い方したらちょっといやらしいな。私たちは店員さんに言われるままについていきました。きたーそうなるんじゃないかなと思っておりました。火災時の煙は危険ですって火災してないだろお前。まだ火災じゃないだろお前。一酸化炭素が含まれており、呼吸困難の原因にも。え、火災じゃない？そうだよ。ランカちゃんの歯が弱すぎるんだよ。生みの親が見てみたいよ。